YSL の新しいグローバルビューティーディレクター、トム・ペシュー、ファッション界の一部での開講。春の風がフランスを舞い上げ、3月26日、パリのエリゼ宮殿の陰で、ファッション界の舞台裏には興奮と期待が漂っていました。その日、YSL、イブ・サン・ローランのアジア代表として、日本から突伏した俳優でありモデルの平野紫耀が、YSL の新しいグローバルビューティーディ,ーディレクター、 トム・ペシュー氏との特別な会合に臨んだのです。トム・ペシュー氏は、この業界でその名を知らぬ者はいない、メイクアップの巨匠です。彼は30年以上ものキャリアを誇り、世界中のランウェイで数々の華やかなメイクアップを手掛けてきました。その実績と経験は、彼を YSL ボーテのグローバルビューティーディレクターに抜擢するに十分でした。彼らが会った瞬間、平野史洋は謙虚に近づき、トム・ペシュー氏と握手を交わしました。 そして、日本からの平野紫シをフランスに招待してくれたことに感謝の意を表しました。その光景を見て、私もまた彼らの幸せそうな笑顔に心打たれました。この出会いは単なる儀式ではありませんでした。それは、異なる文化、異なる背景を持つ二人が、美と芸術の領域で共鳴し、会う瞬間でした。平野紫シは自身の名前を紹介し、トムペシュー氏との貴重な交流を楽しんだことを示しました。 一方のトム・ペシュー氏も彼らの出会いに喜びを感じ、日本からのゲストを歓迎することに喜んでいました。YSL はトム・ペシュー氏を真の先見の明のある人と評し、彼の無人像に見える才能とアイデアの蓄えを称賛しました。これは彼がこれまで築いてきた信頼と尊敬の証であり、彼が今後 YSL のビューティー部門にもたらすであろう革新的なアイデアへの期待を示しています。トム・ペシュー氏は YSL ー手のアンバサダーたちと密接に協力し、新しい広告キャンペーンのためのルックを作り上げる予定です。彼はまた、研究室のチームと協力して革新的な製品を開発し、最新のメイクアップトレンドやテクニックをソーシャルメディアを通じてファンに提供する予定です。この新たなパートナーシップは、ファッションと美容の世界に新たなエ吹キをもたらすでしょう。 トム・ペシュー氏の創造性と経験が、YSL ボーテの未来にどのような変化をもたらすのか、今から楽しみでなりません。ファッションと美容に関心がある方々にとって、YSL の新しいグローバルビューティーディレクターとしてトム・ペシュー氏がどのような影響を与えるのか、そしてこれからの YSL ブランドの展開に期待する点は何か、興味深い問いですね。あなたはどのように感じますかトム・ペシュー氏の新しい役割が、 YSL ブランドにどのような変化をもたらすのか、その期待について考えてみましょう。まず、トム・ペシュー氏はメイクアップアーティストとしての卓越した能力を持っています。彼の30年以上にわたる経験と豊富な知識は、YSL の美容部門に革新的なアイデアや製品をもたらすでしょう。彼女によって生み出される新しいメイクアップルックや製品は、ファッション業界や美容業界全体にインスピレーションを与え、 新たなトレンドを生み出すかもしれません。さらに、トムペシュー氏は YSL のアンバサダーたちと緊密に協力することで、ブランドのイメージを強化し、広告キャンペーンの成功に貢献するでしょう。彼らとのコラボレーションによって生み出される新しいルックやキャンペーンは、消費者に YSL 製品への関心を高めることが期待されます。また、 トム・ペシュー氏は YSL の研究室のチームとも協力し、革新的な製品の開発に取り組む予定です。彼らが開発する新製品は、美容業界における革新的なトレンドを作り出し、他のブランドにも影響を与えるかもしれません。このように、トム・ペシュー氏の YSL での新しい役割は、ブランド全体に新たな活力をもたらすでしょう。彼の創造性と経験が、YSL のビューティー部門をさらに高みに押し上げ、 世界中のファッションと美容愛好家たちに魅了を与えることが期待されます。あなたは、トム・ペシュー氏の YSL での新しい役割についてどのように感じますか彼がブランドにもたらす変化に興奮していますかそれとも、あなたが期待する変化は何ですかこれについて、どのような意見や考えをお持ちですかぜひ、あなたの意見をお聞かせください。